住まいが聖女だからと婚約破棄されましたが、私は妖精の愛し子です、星さん。家族にネグレクトされて育った妖精の声が聞こえる人族のメスが主人公。王道を行く自分の腹違いの妹が小悪で、その小悪のメスに自分の婚約者だったクズの王子を取られるという小悪コンビでお似合いだよな漫画。この主人公は家族からネグレクトされても学園で嫌がらせをされても自分は精霊たちがいるから大丈夫と、嵐が収まるのを待つこと流れ主義な性格設定をしているのだが、それは主人公が過去に嫌がらせをした霊嬢を精霊たちが瀕死の重傷を負わせてしまったというトラウマからという説明が入る部分がディモールとベネ。この自分に付きまとう精霊たちは、この主人公が悪意の感情をよぎらせると影響されて、敵意を向けた奴らに危害を加えるというオート機能が備わっているために迂闊に誰かに対して敵意を出せないという爆弾を抱えているという設定の漫画。この漫画は前半で感情を押し殺して生きていた子と流れの性格をダメ出ししてきたクソメガネにカチンとって受動的ではダメだと理解し能動的な性格に変化するという過程がディモールとベネであり物事は受動的だと悪化することはあれ好転はほぼしないということを教えてくれるとても良い漫画。この主人公に危害を加えたクズはザマーするし各キャラクターそれぞれ完璧に描かれておらずイケメソも等身大なので少女漫画ではないのでオスメス関係なく楽しめる作品になっている。